ちなみにその日の放課後、リコと郁恵さんとばったり会ったんで一緒に作業部屋に向かってたんだけど。え、桜田先輩の新衣装のお披露目があった。お昼に作業部屋で。それを聞いた郁恵さんが足をピタリと止めた。そうそう、白衣着てヒラヒラさせてて、肩とかチラチラしてやばいね。まあ菅野先輩とトッサンチョイスらしいけど。はい、これ写真。いつの間に。そう言ってさっきリコが、さっき撮った写真を見せる。おう。そしてそのスマホを受け取ったまま郁恵さんが膝から崩れ落ちた。何ですか、みんなばっかり生で見てずるいです。私も初見は生が良かったです。生が良かった。ごめん、 あと声大きすぎ。それに何ですか、自分がどれだけ青少年に良くないことになってるか相変わらず全く自覚ないじゃないですか。桜田先輩はどこまでピュアなんですか。完全に彼氏の趣味で無自覚にフェチなのを着せられてるやつじゃないですか。シチュエーションが濃いよ。まあ彼氏ではないけど菅野先輩ととっさんの趣味だから大体合ってるか。そのままうずくまって突っ伏して震え始める。初見に混ざりたかった。なんで初回を見逃したんですか。私のバカ、致命的にタイミングが悪い。目がハードになっておられる。これはもうあれなんよ、これこそまさに彼氏に調教されたあれなんだよ、おじさんに調教されたメスガキなんだよな催眠術とかで、あの催眠スマホとかで多分その意識改革をさせられたヒロインなんだよな。外で突っ伏して大声で泣くな。そのままアン先輩の映るリコのスマホを両手で大層に抱えたまま悲しそうな声を漏らしている。リコが俺にどうしようという顔をしてくるけど、俺もどうすればいいかわかるわけがない。七瀬、助けてくれ。いきなり何ですか。俺は一番慣れてる人に助けを求めることにした。大変お見苦しいところをお見せしました。病み上がりみたいな調子の悪い様子で膝も土ぼこりで汚れたまま郁恵さんがそんなことを言う。いやー、郁恵も遠慮がなくなってきたというか、外面を取り繕わなくなってきましたね。今まであれで外面取り繕ってたんだ。かなり普段はもっと素直に推しにもだえて美少女キャラの抱き枕抱えてフンスフンスしてますからね。なるほど、と俺とリコが理解を新たにする横。桜田先輩の新衣装披露目、私はその場にいない扱いで構いませんので、もう一度やりませんか。すごいな、お腐り遊ばせとる。そして何かよくわからない無茶を提案していた。それは午前中、油絵の課題をやっている時のことだった。そろそろ授業も終わりかけていて、昼休みに入る前に片付けにも入っていたんだけど。我慢しきれずくしゃみをしたひなが変な声を漏らした。うん、どうしたのね、鼻水でも。うわー、髪ー。なるほど、授業中だったんで、あやの悲鳴にみんながこっちに視線を向けてくる。あや、もうちょっと静かに。おお、これは。あや、
ちょっとこれ持ってて。ああ、うわ、やっちゃったな。なるほど、ここで髪を切るっていうあれが出てくるんか。ああ、ヒナが手に持っていた筆とパレットをアヤに手渡し、自分の髪をそっとつまむと、長い髪の半ばに油絵の具がべったりくっついていた。ちょうど片付けに入ったタイミングでヒナが絵を描いている間はまとめていた髪を下ろしていた。そしてそのままくしゃみで頭を振ったせいでヒナ自身が描いていた絵に髪を叩きつけるような形になってしまっていた。はあ、そうなんだけど学校で髪って洗えたっけ？裏手にシャワー室があるけど着替えとかシャンプーはあるの？水泳部もあるし、そうでなくても塗料とか落とすために学校にシャワー室があるのは知っていたけど使ったことはない。そこまで用意してないよ。あー、まあいいや、とりあえず片付けちゃおっか。いや、片付けは俺とアヤでやるから、ヒナは髪をどうにかした方がいいんじゃないか？そうだよね、そんくらいは私たちだってできるから。うんね。うん、じゃあお願い先生、ちょっと絵の具落としてきていいですか？もう片付けの時間だし、先生もダメとは言わずにヒナをそのまま行かせてくれた。行かせてくれたんだけど、購買にシャンプーとかなかった。午後は授業入ってないんで一回帰って落としてくるね。お弁当は取っといてくれたらお夕飯にします。誰か食べたかったら残しておかなくても大丈夫です。お姉、髪大丈夫そう？どうだろう、毛先もべったりついてたからちょっと切ってくるかも。油絵の具ってそんなもんなんだ。水性とかじゃないという感じでして、お姉は一回部屋に帰りました。昼休み、ひながいない理由を話すと、皆が揃って何とも言えない心配そうな表情を浮かべる。髪か、綺麗に落ちるといいんですけど、油絵の具ってどうなんです？乾き方としては割と最悪のタイミングで、べったりいった上にウェットティッシュとかじゃ落とすのにも限界あるんで、ちょっと痛むかも。日向さんの髪綺麗にしてるから傷んだらもったいないですね。うん、それにおね、髪あんま強くないからね。細いし割と痛みやすい方だから。当たり前だけど髪にも強い弱いってあるんだよな。ありますあります、私とお姉は結構弱いし、なんなら日焼けでも痛むレベルなんで、ケアが欠かせない感じです。レン君の知らないところの努力ってやつですよ。まさかここでだからいつも髪から何かいい匂いがしてたのかとは言えない。そっか、いつも髪割と気使ってるなーって思ってたけど、そういう理由だとちょっとめどいよね。私とリコなんかは髪も丈夫なんで、こうやってガンガン色抜いたり好きにしてますけど。うむ、正直ちょっと羨ましいところはあった。うちも見ての通り結構色薄いから痛みやすいんで気をつけろって純子先輩にめちゃくちゃ言われてたな。私も七瀬に気を使えって言われてやるようにしましたね。子供の時はともかく、郁恵はこうちゃんとしだしたのここ最近ですからね。自分の見栄えに興味がなかったもので。なかなかの素材はお持ちなんだけどね。その辺を気を使ってるぜの綾と七瀬がわざとらしく舌打ちをしそうな顔をする。それでいてこれかいっていうね。郁恵なかなかのポテンシャルはあるからな。でもいいなぁ、地毛で明るいの羨ましいなぁ。桜田パイセンってなんでそう自然体で強いん？それはどういう意味で？その辺は家系っていうか血だから、もうそういうもんだとしか言えないんだよなぁ。まあそれでいろいろあって1年の頃ケアとか含めて純子先輩にめちゃくちゃ世話になったというか、気を使うように仕込まれたというか。純子先輩は
髪の毛先から爪先まで自分のケアがものすごいしっかりしてた人ですもんね。先輩が気を使ってたんだろうなというのもわかるけど、そのレベルがわからなくない、わからなくて何とも言えない。ローラも綺麗な色してますし、その辺のケアとかしてる感じです？まあ最低限は。でも私も丈夫な方なので、そこまで気を使ってはいませんね。あ、すごい。私自分が割と可愛い自覚あったんですけど、有森来てからその自信が揺らぎ続けてるんですよね。最低限はとか言ってみたいですね。やな、七瀬も七瀬で出るゲームを間違えとるからな。これも主戦級なんだけどな。まあもちろん今主役なんだけどね。あのメインキャラではあるんだけど、やっぱね、なんかその圧倒感がないよね。このレベルのポテンシャルで圧倒感がなかったら、もうそれは世界が間違っとるんや。わかりますか、ペン君。選べと。何が？急に言われても髪のケアとかはさっぱりだぞ。ではなくて、女の子にも自分のケアを気にしてるタイプと、自然体でめちゃ強なタイプがいるって話です。だからどうしろっていうことを挟みたいけど、言葉にはできんか感じかな。ちなみにケアしてる方の最頂点は純子先輩で、自然体の頂点がアン先輩です。それはなんとなくわかるけど、アン先輩だって菅野先輩に言われていろいろしてるんだし、こう天然で野生とかそういうのではないんだろ。天然で野生のところがつぼったのか、ローラとリコが笑いをこらえて震えている。天然で野生。ナチュラルって言いなさい。しかしそこでカリンが良くないタイプのひらめきを得た顔をしていた。野生児側の先輩たちほど胸が大きい。そこでその元野生児ことアン先輩と郁恵さん以外がとした顔をする。そやな、ローラもそうや。郁恵、アン、アン先輩、お、本当や。野生から遠のいてる菅野先輩、十和子さん、莉子ちゃん、その次が私たちと七瀬ちゃんかカリンちゃん。カリンはギリあれかもしれんけど、本当や。莉子はそこに入るのか。いや、これでも髪とかプリンになんないように割と気使ってるしね。私があれなると割と柄悪くなっちゃうから。逆に天然素材に任せてるのが桜田先輩、郁恵、あと蓮さんの妹のローラ。まあ今まで寮生活でしたし、節制はしてましたけど、特に何かしていたわけでもないですね。強っ。そういう意味だと魔女さんもうちら側だな。卒業してからアリサさんとか純子先輩に世話かけてたし。あれもあれてでかい。やっぱりおっぱい大きくなると天然素材として強くなる説ありますね。カリンの説は間違ってませんでしたよ。でもそれを証明されたとて勝てるかどうかと言われた。ミスとか考えると偶然だと思うけどな。これすごいな、意図的に作ったのかな。そんなことないよな。え、そんなことないよな。この巡り合わせは意図的に？いやー、どうだろう。まあ環境とか考えると菅野先輩レベルで自己管理ができるアン先輩というのは想像しづらいけど。七瀬ちゃんはスタイルいいのにこっち組に入ってるのが強い？私自分が胸大きい方だって自覚あったんですけど、有森来てからその自信が揺らぎ続けてるんですよね。天丼。さっきから話に入れない蓮くんさん、七瀬ちゃんに何か言ってあげることあるよね。七瀬は七瀬で可愛いよ。分かってて綾が俺の脇を肘でついてくる。いや、七瀬このメンツの中でも3番目か4番目だし、大きい方だろ。あ、そのチョイスやばいんじゃない？ほら、完全に言わされたのにローラとカリンが疑いに満ちた目で俺を見てくる。蓮お兄ちゃん、女の人の胸のサイズを測って集める趣味が。ほら、一応ほら、あの海に行った、まあ、最初の出会いは下着姿だし、まあ海に行ったっていう一応既成事実というかはあるものの、
けどやっぱ初見に聞くとこうなるよな、2人は。違います、大体何でも測れます。これは何か去年やってみせろと言われてやったらできただけのやつです。一番は桜田先輩だとして、そこからどういう順番になるんですか？一応プロフィール的に言えば、アン先輩、ローラ、マジュさんで、その後イクエ、イクエの後に七瀬かな、どうだろう。でその後多分貞本行って、でカリンとリコ、これがほぼ一緒。あ違う、あれだ、日向か、あやめか、あやめが行って、で、二人だろ、うん。多分そのあたりになるのかな。あやが無言で俺を肘で突き続けてくる。おい。二番目が郁恵さん。ただ、七瀬とローラの差がわからない。これでいいか。そこで細かい数字まで当てられたらびっくりしますけどね。数字っていうなら、アン先輩が3桁に乗っていることをとっさに教えられるまで気づかなかった男だぞ。3桁もう開き直ると、去年は3桁ジャストだったけど、そこから少し大きくなったぞ。そろそろマジで止まってほしい。気だるげな様子のアン先輩を、カリンが信じられない目で見ていた。私はそろそろ止まったっていうのに、こういうところで我ながら巨乳界の小物感がある。言ってる意味わかんないけど、このメンツの中だと割とそうかもって分かっちゃうのが笑える。そんな気にしなくていいと思うんだけどな。あ、すごい。けれどそういうわけにはいかないのか、アヤと反対側から七瀬に肩を軽くパンチさせされる。ん？私がいなくても蓮くんが挟まれてパンチされてるとは。お、噂をすれば。お姉、おかえり。髪どうだ？おお、かわいい。かわいい。全然これもありだと思う。全然ありだと思います。あとすごいな。多分このアイキス3に入ってから原画家太ももいっとるやろ。完全に。だってワンツーこんなに太くなかったもん。俺はこっちの方がいいんだけどさ。もう太ももは太くあれって思っとくからさ。あの京アニ足とか最高だよねっていう。わからん人は検索してくれや。どうしたんだろうと振り返って俺も言葉が固まってしまった。散々髪の話したのに。じゃじゃーん、ちょっとイメチェンしてみました。得意げな顔でポーズを取ってみせるヒナ。いや、そんなバッサリいかないとなんなかったのか。毛先の固まってるとこ切るくらいでよかったんだけど、こう勢いでスパーッといきました。よほどショックだったのか、アヤが悲鳴を上げたっきり真顔でヒナを指さして口をパクパクさせている。だな、知らんところですごい溜め込んでたり、後輩と妹がやらかしたりとか、そういうのはないな。抑圧された感情の爆発。いや、まあ蓮くんのせいっていうのは若干ないわけではないと言いますか、思うところがあったのは事実ではありますが、まあ昔は恋愛失恋したら髪を切るなんていうね、あのジンクスみたいなのがあってさ、今は逆なんだよね。恋をすると髪を切るんだよね、今の子たちって。まあそうは言うても、まあね、2年間レン君に選ばれない女としてはちょっとここでイメチェンせんとさね。だってどん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 個性的な奴らが入ってくるし、うん、ちょっとレンさん、何したんですか？何もしてないから何かしたんだよ。いや、悪いことはしてないけどね、ここでふざけると本当にレン君のせいで髪を切ったみたいになりそうだからちゃんと言うけど。ヒナがフォローを入れてくれてほっとするけど、もともと俺のせいってのは濡れ衣じゃないのか。まあ3年生ですし、甘えてたお隣さんも引っ越しちゃったし、タイミング的にちょうどいいなって思ってたので、心機一転というやつです。本当に本当にレンさんは何もしてないんですね。
蓮くんが何かしてたらもっと直接的な手段を選ぶよ。その直接的な手段というのが何なのか怖くてとても聞けない。そんな、いつか蓮くん相手に入れ替わりトリックを決めようって誓い合ったのに。アヤがショックから復活してそんなよくわからないことを言い出した。うむ、蓮くん相手に入れ替わりを成功させたいという野望は確かにあった。けどまあ2年やってダメそうだったんで、もうこれは無理だねと。私も無理かなって気はしてたけど、そんな無理かな。もっと本気でやればうっかり間違える可能性はない？無理だね。アヤと私のスタイルも変わってきたし、その辺でもバレるんじゃないかな。そやな、おっぱいを見比べる能力の話もしたばっかだからな。いや、そこで見分けたことはないから。さっきからローラとカリンに誤解されるような話が続いてるし、これ以上疑いを増やさないでほしい。うむ、まあともかく地上のもつれとかそういうのではなくて、前向きなイメージチェンジですので大丈夫です。ヒナがはっきりそう言って、アン先輩が汗を拭う。よかった、本当によかった。これで姉の方の目のハイライトが消えるようなことを後輩がやらかしてたらどうしようかと思った。ちなみに連敗戦がやらかしてた場合の直接的な手段ってどういうのだったん？俺が怖くて聞けなかったことをリコがさらっと聞いた。普通に寝込みでも襲ってたんじゃないかな。チレッと答えるヒナにアン先輩がまた肝を冷やした顔をしていた。とってもとっても言いたい言葉はあるんですが、それを私よりも先に言わないとならない方がいらっしゃいますよね。部屋の中、無言のプレッシャーが俺にのしかかってくる。いや、プレッシャーかけられたから言うわけじゃなくてな、あと驚いてたから言うのが遅れただけなんだけど。はよ言え。ガッと七瀬が俺の背中にチョップを入れてくる。いな、短いのも似合うな。うむうむ、そうでしょう。みんながものすごく気を使って促してくれたのは目をつむってあげよう。つかパイセンさ、髪切ったとかすぐ気づくし、可愛いとか綺麗とか息吐くように言うくせに、なんですぐ言わなかったの？ああ、言いますね、兄さん。最初、出会った瞬間、私もしかして口説かれてるのかな、なんて思いましたし。え？カリン、全然言われてないんですけど。ひどい。カリンはそういうタイミングがあっても、俺が言う前に自分で言うしな。あ、なるほど、なるほど。なるほどな。あの、自分の我の強さがあだになったな、カリン。なんて言いつつ、髪を切ったヒナを見ていたら、当たり前だけど目があった。あれ？もしかしてレン君、短いの趣味じゃない？長くなくてしょんぼりしてたりする？いや、似合ってる。そうじゃなくて、久々に会った入学式の時ぶりというか、こうイメージが変わりすぎてびっくりするのが先に来てる。あー、わかる。今なら入学式で私たちと再会した時に蓮くんが妙に疑ってた気持ちがわかる。この違和感か。あやだけが俺の気持ちを理解してくれたようだけど、他のみんなは全然ピンときてない顔をしていた。パート1をご覧ください。アイキツの1ないし1プラス2の。いや、みんなも驚いてただろ。それ以上にお前が普段から可愛いだのなんだの言ってるから、速攻で褒めなかった方が不思議なんだよ。わかるか？アン先輩に呆れた顔で注意される。いや、そんな普段から言ってますかね。おい待て、それはダメだろ。言ってると、ひなたやそれにカリン以外の皆が口を揃えて言う。まあ実際言っとるしな。割と言ってる。ちなみにひなたパイセンのボブはどの辺がいい感じ？いや、どの辺って言われても似合ってていいなぐらいしか言えないぞ。
普段だっていいと思ったらいいって言ってるだけで、それ以上のことなんて考えてないし。しかし付き合いが長いのもあって、ひながとても悪い顔で何かひらめいたのに即座に気づいてしまった。ねえんくん、髪長い私と髪切った私、どっちが好き？どっちって、今のひなが可愛いだろ。これよ、もうまさにこれよ。どういう意図なんだろうと思いつつ素直に答えると、自分で話を振ってきたくせにひなが顔を真っ赤にして固まった。そしてあやと七瀬が無言で俺の背中を容赦なくビシビシ叩いてくる。あそこで迷わず当たり前にそういうことを言うのが後輩というか、そういうところだよな。いいですか、ローラちゃん、カリンちゃん、これからたくさん目にすることになると思いますが、今のがレン君のそういうところです。この男は自然にこれをやります。覚えておきましょうね。俺だって言う相手を選んでるつもり。七瀬？七瀬が笑顔だけど全然笑ってない顔で俺の方を見ていた。はーい、その辺言うなとは言わないけど、言ってどうなるかもうちょっと自覚しましょうね。七瀬ちゃんとの約束ですよ。あは、うん、まあそうだよね。何がどうなのかわからないけれど、固まったままひな以外の皆がうんとうなずいていたのだった。日向先輩、桜田先輩に白衣借りてちょっとヤバめの女性科学者ごっこをしていただけませんか？アン先輩が貸してくれるなら白衣着るのはいいけど、そのオーダーに応えられる自信がない。あ、やっぱこう立ち入れてみると、やっぱ俺もそうだな。うん、なんて言うんだろう、そのやっぱこれずっと見てきとったからさまあ、あの前情報として髪型変わるってのは知っとったから、あのだってオープニングの映像にも出てきたからね。うん、あ、それは だけどこうやってなんか直にやっぱ向かい合うと、ちょっとなんかやっぱりあーってなるな。あんまり髪変えることってないからね、ヒロインが、うん、よほどのことがない限り。まあよほどのことが今起きたんだけどさ。別にここでちょっと白衣貸すくらいはいいけど、小暮はどこからその電波を受信したんだ？そんな、桜田先輩なら今の日向先輩と白衣のマッチング感を分かってくださると思っていたのに。ちなみに郁恵と親友の七瀬は分かるん？青、目が死んでおられる。私、郁恵が急に受診して何か言い出してもほとんど分からないし、適当に流して生きてきたんで。なんて話しながらも先輩の白衣を借りたり、ポーズをとって写真撮ったり、ひなは七瀬たち2年生と遊んでるんだけど、まあそうなるとこうだよな。じゃあ私もってなるよな。その様子を鉛筆片手にあやが固まったまま見ていた。あや、どうしたんだ？ああ、ごめん、うるさかったよね。いや、お姉が七瀬ちゃんたちと遊んでるのは全然気にならないんだけど、そうじゃなくてですね。そういうことか。今まで全くその自分の鏡みたいな感じでうり二つで子供の頃からずっとおったから、それが変わってしまうっていうのがやっぱ一番そのね、あれなんだろうね。だって朝起きて自分のさ、あの鏡に映る形がさ変わったらさ、えってなるやん。それだ。お姉が私の知ってるお姉じゃないみたいで、全然落ち着かないです。チラッと視界に入るだけでものすっごい気になる。俺たちは誰かが横で他のことをしてても割と気にしないで作業できる。横で誰かが遊んでいるからとか声がするんじゃなくて、髪切ったヒナそのものが気になるのか。そういうことです。知ってるのに全然知らない人がいるみたいで、意識がそっちに持っていかれるんだよね。もう慣れるしかないから、もうこれ書いたらいいのに。結局もう、そういえば今まで短くしたことなかったもんね。妹の方も切って同じにしたら落ち着くとか。お、いや、
多分それで解決する話でもないんで。というか、どうしてそれで落ち着くなんて思ったんですか？双子的にはお姉ちゃんと一緒がいいんじゃないのかって思ったんだけど。私はシスコンの自覚はあるけど、そこまでシスコンじゃないです。ないよね。そこは最後まで自信持とうな。実際のところ、日向先輩ってあやめ先輩とおソロになってるから、ちょっとイメチェンしようって思った部分あります。七瀬が恐る恐るという様子でそんなことを聞く。あやが切らないって言ったから正直に言っちゃうけど、ちょっとそういう部分もあったかな。でもパイセンたちって双子で一緒に見られるのとか別に嫌って感じなかったし、むしろそれで楽しんでなかったっけ？そうだね、あやとお揃いなのは好きだよ。まあ一番間違えてほしい相手というか、一番見分けついてほしい相手が結局一度も間違えなかったのは嬉しいやら残念やら。それはちょっとわかる。一緒のままでもイメチェンしても気にしなさそう。俺は何もおかしなことをしてないはずなのに、なんでそんなみんな呆れた顔をして見てくるんだ。本当に説明が必要なら説明してやるけど、どうする？すごいな、アイキスワンから説明せんとな。アイキスワンからこの2年間の池永蓮くんの歴史を説明せなあかんな。そうなってくるとやばいな。ただでさえだってアイキスの1プラス2の体験版は23時間、1ヶ月23時間、パート54まで行ったんだから、ちょっとそれは困るな。遠慮しておきます。うむ、賢明な判断だ。うちも改めて言葉にするには若干の抵抗があった。いいな、僕年人って言わんのがすごい不思議だよな。まあその辺は兄さんのいないところで改めて聞かせてもらおうとしてですね。なんか怒っとる。それは別にしなくてもよくないか。妹として兄の事情を把握しておきたい部分と、新しい環境での交友関係を正しく把握しておきたい部分がありまして。正しく。確かにお兄ちゃんと三枝先輩たちの関係って結局どういうものなのか分かりにくい部分ありますね。妹分2人が揃ってそんなことを言い出す。あれではのび太とジャイアンみたいなもんだよ。適当に言うなし。適当に言うなし、うん、あのね、やっぱ心の友だから。まあ髪切ったのは蓮くん絡みというよりも、三枝あやめの姉とか姉妹のどっちかみたいなのを変えたい部分のが強かったからかな。ああ、2年生3人が納得の声を漏らす。その間もあやは鉛筆を片手に全然動いてなかった。これはタイミング的にあやめパイセンもイメチェンしてみたり。お、いいね、さすがリコ。おいや、私は切らないよ。長くしてる方が好きだし。いえいえ、カットはしなくてもちょっと髪型を変えてみたりするのはどうですかね。レンさんもそういうの気になりませんか？そうですよ、日向先輩の知らなかった可愛さに気づいたみたいに、あやめ先輩の新しい可愛さを見てみたくありませんか？そこでレン君を持ち出すのはずるいと思います。俺が何も言ってないのに、あやがそんな文句を言うのだった。なるほど。おー、すごい。あ、やっぱこういうことに関してはやっぱりあれだな。1年生3人組だな。2年生か。2年生3人組だな。え、ドライヤーとヘアアイロンがある。この物質。すご。あ、でも女の子だから持っとるか。結局今日は全く筆が乗らないというあやを2年生の3人がいじり倒す流れになった。七瀬が2年生になってメイク関係の講義も取っているのもあって、髪型を整える道具も揃っている。さっき髪デリケートだって話は聞いたんで、その辺は気をつけますから大丈夫ですよ。ローラが来てなかったらイメチェンついでに髪染めてみたらみたいな話もしたんだけどね。慣れた様子で七瀬が髪をすいていくのを、あやがムズムズした表情で耐えていた。うん、骨以外だと
切る時以外に髪をいじられるの慣れてなくて、なんか落ち着かない。わかると言いながら、ここで資料のまとめまで、まとめまで始めたアン先輩がうなずく。アン先輩は、教員室で作業しなくていいんですか？今日の作業、あの部屋よりもこっちの方が資料揃ってるんだよ。うちが自分で去年揃えた分があるから。郁恵さんが来た時に用意して棚に、みなが好きに資料を並べてたし、その中にはアン先輩が卒業前にファイリングしたレポートもある。んで、七瀬、とりあえずどうしよっか。あやめパイセンの普段とは違うイメージっていうと、どんなんが良さそう？なんて話をしながら、ささっと整える七瀬。手癖で整えてたら、いつもの私と同じ感じになっちゃいましたね。本当だ。なんかバランスが片方に寄ってて、微妙に落ち着かない。似合うは似合うけど、もう七瀬が同じ髪型してるしなーって感じ。個性だ、個性、個性を探せ。日向先輩とイメージ変えたいのに、それで私と同じにしてたんじゃ意味がないですもんね。ひながスマホで遠慮なく撮った写真を見て、あやも微妙な表情を浮かべる。まあ、遊びで七瀬ちゃんとお揃いにするのはありだけど、普段からこれをやるのはこう、ちょっとしっくりこない。有邸に行って実の姉と仲違いをして新しい妹を作ったように見えますね。そんな七瀬、私というものがありながら、よそでお姉様を作って髪型までお揃いにするなんて。ややこしい話をするのはやめて。あと、郁恵と私はもともとそういう関係でもないでしょう。けれども、七瀬ちゃんは全体的に蓮くんの好きなビジュアルが詰まってるので、このアプローチはありなしで言えばありだと思います。なんで姉の方が後輩の意見とか趣味とかを代弁してるんだ？そうなんですね、兄さん。もう確認じゃなくて、そういうものだって話になってるのもウケるわ。誤解を恐れずに言うなら、あやが七瀬と同じ髪型にしているのはあやらしくないなって思う。わかるわかる。じゃあ次あたし。大丈夫、割と髪いじったりすんの慣れてるから。と言って手早く解くと、瞬く間にあやの髪を整えていく。どうよ、芸術。手際は良かったんですけど、これはさすがになしでしょう。待って、これすごいバランス悪い。というかどうなってるのかわからないんだけど。あ、なんかすごいことになってる。スマホを自撮りにして、あやが悲鳴を上げる。私前々から思ってたんですけれど、こういう木をてらった髪型ってあるじゃないですか。こうの例が目の前にあると分かりやすい。笑点盛りとか、こういうのを世の男性方はどの程度ありだと思ってるんでしょうか。アート的な表現として見てる。普通に美術学校の男子的な視点になってるよ。それ一般的なありなしの話じゃないよね。だってもともとこういう髪型って可愛いとかモテるモテないの部類のやつじゃないだろ。ふと思ったんですけど、昔の船乗っけてたやつとか、あれって当時モテたんですかね。18世紀あたりだっけ。あれも愛国心とか社交的なやつであって、色気とかそういう話のコーディネートではないと思う。いや、悪ふざけしたのは私だけど、そこから真面目なそういう話に行くとこっちがいたたまれないんですけど。そもそもリコはなんでそんな悪ふざけしたの。いや、最初は真面目にやろうとしたんだけど、あやめパイセン普通にどうやっても可愛いから、方向性が迷子になっちゃってさ。なんであやの話をしてるのに横でひながそんなドヤ顔をしてるんだ。あやが可愛いということは私も可愛いになるからです。どうだろうか。あやがショートにしたからしたらしたで、ひなとは可愛さの質が違うと思うんだけど。
口に出せ口に出せ、そして場を困らせろ。ただそれは俺がひなとあやに対して周りと違って全然同じように見えてないからそう思うんだろう。そもそも七瀬もリコさんも悩む必要なんてないと思うんです。リコさんが言った通り、あやめ先輩はもともと大変可愛らしいんですから、木をてらう必要なんてないと思うんですよ。ピン止めしまくって持った髪型を解いていくリコと、近づいてあやの首筋に手をはわせる郁恵さん。ああ、郁恵ちゃんの手つきが怪しい。いたずら仕掛けてくる時のお礼の100倍やばい。郁恵、変なことしちゃダメなの分かってるでしょうね。大丈夫です。予想以上に敏感で可愛い声を漏らしてしまったのを聞いて、危うくいけない気持ちが湧き上がってきそうでしたけれど。うっとりした表情でアヤの髪を指ですくい上げる。その表情が見えないアヤは俺とヒナの顔を見て、本当に大丈夫なのかと不安そうにしていた。でどうなったかというと、できました。シンプルでいいんです。美少女は可愛い、ツインテールは正義、証明完了です。あっ、まあいいね。いつもより鼻息荒めというか、自分で擬音も表現しつつ、あやの髪のセットが終わった。おおと七瀬リコ、それにローラとカリンも小さく手を叩いている。言えば可愛いけど、今この年で改めてツインにするのは地味に恥ずい。おー、それはうちに対しても刺さるからな。やめとけ。自分、ハン先輩みたいにちっちゃくて生まれた時からツインテールが似合うような美少女じゃないんで。アヤとアン先輩は可愛さの質が違うだけだと思うんだけどな。素直に言っただけなのに、七瀬とひなが俺の背中をポスポスとパンチしてくる。てか、桜田パイセン自分可愛くないとか普段言ってるのに、髪型めっちゃくちゃ可愛くて似合うやつにしてんの、どういうことな。前も言ったかもしれないけど、うちの髪型とか服はほぼ 100% 純子先輩たちプロデュースで言う通りにしてるだけだぞ。私服とかもエッチで可愛いのばっかりですもんね。ファンの先輩とあまり面識のないローラとカリンが説明を求めるように俺の方を見てくる。だらしなさの極致だったアン先輩を見かねて、純子先輩が自分の財布で整えたというか、大体そんな感じだって聞いてる。彼女が髪ボサボサの芋ジャージだったのを見かねて、彼氏がこうでして彼女の方も言うことを素直に聞いてますみたいなことですかね。確かにお母さんとかお姉ちゃんとかより彼氏がって言った方が適切かもしれない。昔は菅野先輩と魔女さん、アリサさんだったけど、最近はモデュロール組の代わりにトスさんが口出ししてるらしいけど、ますます彼氏というか彼女が整えてるような話がしっくりくるね。まあおしゃれはセンスと客観性いりますし、何より経験と知識を積む気がないならできる人に任せる方が無難ですしね。カリンは自分が割とできる分と正論でガッといくことにためらわないと思う。まあまあ、今は小柄爆乳美少女桜田先輩のお話ではなくて、イメチェンした新たな巨乳美少女のお話をしましょう。いや、そのうちそろそろ少女って年でもない。アン先輩のその意見は誰一人聞きがなくてスルーした。お姉ちゃん的にアヤのツインテールはいいと思います。おじさん的にもいいと思います。いや、でも3年になってここからツインっては本当に大丈夫なの。左右に結ばれた髪の房を手のひらで持ち上げながらためらいがちに言うアヤ。その恥ずかしそうな様子と髪をいじる仕草だけであと10年は戦いますよ。さすがにあと10年してもこの髪型するほどの度胸や素質はないかな。そうは言いますけど、イメチェンの一つとしてその髪型は普通にありだと思います。あやめ先輩って童顔ですし、
ねえレンさん。そうだな、アヤに似合ってると思うし、別に学年とか気にする必要ないと思う。うーむと顔を赤くして納得できない様子のうなり声を漏らすアヤ。レン君さん、もうちょっとアヤの喜ぶ感じの意見が欲しいところなんで、もう一声ください。そうそう、似合うとか、そんなんパイセン割と何やっても言うとこあるしさ。ですです、レン先輩、もっと欲望に素直になってもいいんですよ。それにですね、この髪型だからこその推しポイントがあるんです。おお、聞こう。まだ恥ずかしそうなアヤのそばに郁恵さんが俺を手招きして呼ぶ。こうですね、ウサになってるところをそっと指ですくって手のひらに乗せたり、優しく触るのは結んでないとできないんですよ。いや、勝手に髪触ったりするのはダメだろ。おいよ、まあ別に乱暴にしないなら、レン君が髪触るくらいもいいけど。なぜか許可が出たのと周りからの妙なプレッシャーもあって、アヤの髪のふさに手を伸ばす。いや、大丈夫なのかな、これ。いや、俺に聞かれても、アヤが大丈夫かどうかだと思うけど。髪を触った時に変なとこが触ったのかと思ったけど、なんかそのまま触らせてくれる。普段手入れしているというだけあって、触り心地は確かにすごくいいんだけど。アヤが顔を赤くして黙っていると、ものすごく良くないことをしている感じが否めない。そうなってくると、ヒナも触れみたいな話になってくるんじゃない？で、そうなってくると、みんなも触れみたいな話になってきて、この触り比べみたいなこと始まったりするんかな。嫌ならやめるけど。いや、ではないんだけど、慣れてないのとかいろいろあって、自分でもよく分かってません。そう言いつつ、あれはああやって髪触られるのまんざらでもないね。間違いない。そんな俺とアヤをひなと郁恵さんがものすごく満足そうな顔で見ていた。アイキス3! お、すげえ、勢ぞろい。兄さんが思ったよりもしぶとい。伊達に2年間彼女ができなかっただけのことはありますね。私みたいな美少女と二人きり一つ屋根の下で暮らしていて、まさかここまで何もないとは思いませんでした。それは何かあってもよかったみたいな言い方に聞こえるんですけど、無理やりはダメですからね。もちろんこういうのは男に手を出させて初めて意味のあることなので、次回アイキス3、どういう子が好みなんですか？お兄ちゃん、絶対年下好きだと思うんですよね。